エスパのウィンターのインスタグラムのフィードには彼女がゴージャスに写っているものから参加したイベントに関してなど様々な姿が披露されています。ウィンターの投稿にはカンヌ映画祭のロマンチックな雰囲気でゴージャスなメイクのルックスの写真もあります。カンヌ映画祭でのウィンターはフレアドレスに大きなハートのネックレスと同じくハート型の特徴的なイヤリングをつけていましたが、そのどれもがウィンターの洗練された美貌にマッチしていました。その他にもそばかすメイクをした写真もあり、本当にいろんな顔のウィンターの姿を見ることができる、ファンにとってはとても貴重なアカウントです。そしてウィンターの最新の投稿がファンたちの間で話題となっています。その投稿とはウィンターが完全なすっぴんを披露しているものでした。メイクを施したゴージャスな印象とは違い、ノーメイクでフィルターなしのウィンターの本来の姿がその投稿から確認できます。その投稿ではウィンターのビジュアルがすっぴんであっても美しいことが証明されており、またウィンターもそれに自信を感じているように見えます。そして完璧で人形のような白い肌も相まって、ウィンターが第4世代の K-POP ガールズグループでトップビジュアルを持つと言われていることも不思議ではありません。フルメイクで完璧な姿のウィンターももちろん素敵ですが、自然体な側面を見せるウィンターもとても魅力的に見えます。ファンたちからもこのような声が届いています。ウィンター、すっぴんでも可愛すぎる。すっぴんになるとイケメンになるウィンター、かっこよすぎて死ぬ。すっぴんのウィンターさんマジでお目目でかすぎ。ウィンターのインスタ眉毛も描いてない。めっちゃ可愛いなほんま。あーダメ、ウィンターのインスタで死んじゃった。このようにファンたちの心を虜にしているようです。すっぴんも可愛いウィンターのいろんな姿が見れるインスタグラムを今後も注目していきましょう。